笹尾東小学校の3年生児童を対象に行われた東院町郷土資料館の見学は、昔の人の生活について子どもたちに学んでもらおうと社会科の授業の中で行われたもので、郷土資料館には2クラス47人の児童が訪れました。見学は新型コロナウイルス感染症対策のためクラスごとで行われ、児童たちは係の方の説明のもと、時折タブレット端末で写真を撮影しながら見学を楽しんでいました。郷土資料館は昔の生活で使用されていた農具や生活用具のほか、山田城跡の発掘出土品などおよそ100点に及ぶ品々が展示されています。以前は三和小学校の旧校舎を使用していましたが、老朽化のため2017年に城山小学校の空き校舎へ移転しました。見学では実際に農具に触ったり動かしてみる児童も見られ、児童たちは当時の生活に思いを馳せながら興味津々な様子で見学していました。ここで昔のことをいろいろ知れたので、もっといろいろと昔のことを知って昔の人たちの生活を理解していきたいと思います。僕の見たことないものがたくさんあったので、とてもワクワクしました。そろばんを習ってるんだけど、そろばんが大きいそろばんと小さいそろばんが2つあって、2つあるのを知らなかったので、それを見れて嬉しかったです。